ワイルドパーティーは芸能界の裏側を描いた1970年公開のアメリカ映画、純正人映画。ラスメイヤー出演はドリー・リード、シンシア・マイヤーズ、エリカ・ギャビン、エディ・ウィリアムズ、マーシア、マクブルーム、ジョン・ラザー、マイケル・ブロジェット。監督ラスメイヤー、脚本はメイヤーとロジャー,ー・イーバーとの共同執筆。当初、この映画は1967年の映画。 哀愁の花びらの続編として企画されたが、20世紀フォックスが同名の原作小説の作者、ジャクリーン・スーザンに脚本草案が拒絶されたため、オリジナルのパロディに方向修正がなされた。その結果、映画の冒頭に2つの映画に関連がないことを知らせる断り書きが置かれた。公開と同時に、映画はウンパーによって成人指定を受けた。に改められた。 ワイルドパーティーは独立系映画制作者メイヤーにとって20世紀フォックスでの初監督作品である。そして映画批評家イーバートがメイヤーと共同執筆した3つの映画のうちの1つである。イーバートはワイルドパーティーについて奇跡が奇跡を呼んで偶然生まれた映画のように思える。と書いたケリー・マク・ナマラ、ケイシー・アンダーソン。 ペトロネラペットダンフォースの3人は、ケリーアフェアというロックバンドとして活動しており、マネージャーのハリス・オールスワースは、ケリーのボーイフレンドでもあった。ケリーは、長らく会っていなかった、巨額の財産を持つ、若く美しいおばのスーザン・レイクを訪ねるため、4人でカリフォルニアを目指した。スーザンは、ケリーと友人たちを歓迎し、財産の3分の1をケリーに渡す約束したが、 スーザンの薄っぺらで豪欲な財務顧問ポーター、ホールは、ケリーらを見下し、ヒッピーとみなした。彼は後に、ケリーに財産に関して、裏取引を持ちかける。一方、ケリーたちはスーザンから、ゼットマンこと、ロニーバーゼルという業界に有力なコネを持つロックプロデューサーを紹介される。ゼットマンは、彼女たちを機に、入り、バンド名を、キャリーネーションズに変えて、 自分の参加に収めようとする。またケリーは彼女の財産目当てのランスロックというジゴロと親密な関係になる。自分の居場所を奪われたと感じたハリスは昇進からポルノスター女優アシュレーセント・アイブスの誘惑に乗ってしまう。男性に不信感を抱くケイシーはレズビアンのファッションデザイナーロクサーヌに交際を迫られる。一方、ペトロネラは 放課の学生エーマーソンソーンと恋人になる。キャリーネーションズはロックスターとして歩み始めたが、彼らの私生活には暗い影が落ちていく。ハリスはランスと対立するも敗北を喫する。また、ランスもケリーと決裂する。ケイシーも人よの過ちで、ハリスの子を身ごもってしまう。絶望したハリスは自殺を図り、下半身に麻痺が残る。様々な過程を経て、 ケリーは深く後悔し、ハリスに付き添いながら、共に歩む決意をする。ペトロネラとエマーソンの中は、ヘビー級チャンピオン、ランディ・ブラックの登場により、危機に陥るも、危機を乗り越える。また、ケイシーも、ロクサーヌの説得で、妊娠中絶し、ロクサーヌと恋人同士になる。おばのスーザンは、昔の恋人、バックスター・ウルフと恋が再燃し、婚約した。 ポーターは裏切り行為が発覚し、解雇された。そんなある夜、ゼットマンは彼のビーチハウスで、ランス、ケイシー、ロクサーヌを個人的なパーティーに招待し、彼は全員にスーパーヒーローコスチュームを与える。パーティーの中で、ランスはひょんなことから、ゼットマンの胸を目にし、女会と笑ったため、ゼットマンに殺される。さらに、ゼットマンは居合わせた人物も殺害し、 電話で外部に助けを求めたケーシーも殺害する。ゼットマンは駆けつけた仲間たちによって殺される。その後、ケリーとハリス、ペトロネラとエマーソン、そしてスーザンとバクスターによる3組の結婚式が行われる。ロジャー・イーバートはワイルドパーティーのテーマと登場人物の多くが実在の人々と出来事の部分的な誇張に基づくことを明らかにした。 成人指定と100万ドルという限られた予算にもかかわらず、ワイルドパーティーはアメリカ市場でその10倍の総額を稼ぎ出した。ロジャー・イーバートによるとその後の多数の劇場でのリバイバルとビデオセールスでワイルドパーティーは4000万ドル以上を稼ぎ出した。1970年の公開以来、ワイルドパーティーは後続のカルト映画を得て映画評論家による様々な ベストオブリストに名を連ねた。2000年にカナダの雑誌テイクワンはワイルドパーティーを批評家投票による1970年代の最高の映画に加えた。2001年ビレッジボイス紙は本作を20世紀の最も偉大な100の映画のリストで87番目に上げている。1973年10月31日日本テレビ水曜ロードショーアイド。 聖特集第1弾、愛と聖のニューロック。ワイルドパーティーの題名で90分枠で吹き替え、TV 初放送。あとに、1978年2月3日、フジテレビ、ゴールデンヨ画ガ劇場アメリカの裏側特集の一編として115分枠、放送された。2006年6月13日、ワイルドパーティーは2枚組の特別版、DVD セットとして発売された。 ワイルドパーティーの過激なスタイルは、ジョン・ウォーターズとオースティン・パワーズシリーズの映画に影響を与えた。オースティンにワイルドパーティーの代表的なフレーズを語らせることにより敬意を払っている。映画は過激で破壊的な美学を標榜するいくつかのロックバンドに影響を与えた。ありがとうございます。